はい、皆さんこんにちは、村田です。やっとですね、僕の手元に iPhone 13 Pro が届きました。僕はね、グラファイトのカラーを選んだんですけれども、やっぱりね、大型化したね、カメラレンズとか、綺麗なグラファイトのカラーとかね、いいですよね。まあ、ということでね、今回は、この13に対応したケース、リンケースエアをレビューしていきます。もう、これ知ってる人もね、かなり多いと思うんですけれども、最強のクリアケースとの呼び声が高い、ガラスと TPU のハイブリッドケースなんですね。まあ、注目されているし、今ね、アップバンクストアの EC サイトでも飛ぶように売れているんですね。まあ、そのあたりじっくりレビューをお届けします。それでは行きましょう、イントロ。はい、それではですね、外観からチェックしていきましょう。こちらがリンケースエアのケースですね。かなりクリアな透明感のあるガラスケースという感じですね。まずね、ケースの構成としてはこの背面側ですね、こちらにガラスが使われていて、そしてこの側面、このぐるっと一周側面に柔らかい TPU が使われているんですね。ポイントなのがこの背面のガラス、これがコーニング社っていうところのゴリラガラスが使われてるんですね。このコーニング社のゴリラガラスっていうのは、まあ皆さんね、よく使っているというか、もう馴染みのある、実はこの iPhone のディスプレイに使われているガラスと同じものなんですね。それがこのゴリラガラスというもので、非常に耐久性が高くて、そしてね、なおかつ透明度が非常に高いというね、高品質な、ガラスなんですね。まあ、贅沢にこの背面にそのね、ガラスが使っていて、もうめちゃくちゃね、満足度の高い仕上がりになっています。でね、その今回クリアケースの他にも、この、こっちですね。このブラックの方もね、あるんですね。で、今回はね、この透明の、クリアタイプをレビューしていきますね。それではですね、装着をしていくんですけれども、四隅からね、こんな感じでつけていって、カチャッと、カチャッと、こうね、はい、つけていくと、はい、いかがでしょうか。はい、こんな感じですね。うん、むちゃくちゃ透明度が高くて、もう本当にすっけすけというかね、まるでショーケースに入っているようなジュエリーを見ているような感覚に陥るんですよね。めちゃくちゃこのクリアな、この鮮明なね感じいいですよね。ちゃんとアップのリンゴマークもくっきり見えてますし、グラファイトのね筐体のこのカラーもケースつけてると思えないぐらいの透明感のある輝きを、くっきりとした鮮明な端末のボディの質感っていうのもうまーくねこう表現されているというか、しっかり透けて見えますよね。で、保護力をチェックしていきましょう。まずね、ボタン部分ですね。この電源ボタンの方にはちょっとね透明なので分かりにくいかもしれないんですけども、このしっかり TPU でカバーされています。で、反対側の音量ボタンと、そして、マナースイッチの部分ですね。この音量ボタンに関してもプラスマイナスって書かれてますね。ここも、TPU でカバーされています。で、こちら側ですね、マナースイッチの部分は開口部が設けられているという形になってますね。割とねこの開口部も広めに取られているので、指の大きなね男性でも割と、操作しやすいんじゃないかなと、思います。で、側面に目を移すと、ここにねアブソリュート、これはねリンケースエアのブランドの名前ですね。で、ケースカーブに関してはこんな感じですね。ライトニングポート部分がしっかり入ってますね。そして左右のスピーカーもちゃんと入っています。上部の部分は、そうですね、こんな感じですね。で、ちょっとね細かい部分なんですけれども、このつぶ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 ってねこうあるんですね。TPU ってどうしても筐体と触れてしまうと、ウォーターマーク、いわゆるにじみっていうものがね出てしまうんですね。まあ、その対策として非常に小さなドット処理が施されていることによって、こうくっついてこうにじんじゃうっていうことを防いでるんですね。これがこう側面全体にねこうドット処理がこうずらーっとねこう隙間なくちゃんと処理されているっていうのが、芸が細かいなと思いますね。はい、気になるねこの大型化した、リアカメラの部分ですね。レンズごとのこのクリアランスも狭くなりましたし、この高さもね非常に高くなったので、まあ結構インパクトというか存在感ありますよね。で、その周囲、レンズ周りがこのカメラレンズよりも高くなっていることで、
この背面側からこんな風に置いた時に、この直接ねレンズ部分が触れないようになってるんですね。これ結構嬉しいですよね。しかもこうやってね裸の状態でこう背面から置いてしまうと、このレンズの高さの分だけガタつきがあるんですね。特にバイブレーションとかで、ね、なった時ガタ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 ってよくなるじゃないですか。結構うるさいですよね。特にこういうガラスのテーブルとかだと非常に目立つんですよね。音もうるさいし。で、そういった部分もこのねレンズ周りだけではなくて、側面の周囲のねここのフレームの部分もちょっと高さが設けられていることで、背面側から置いた時にほらこんな感じで、ほら四隅をこういう風に触ってもこのここの部分だけ確かに多少ねガタつきはあるものの、他の四隅をバーってこう結構叩いたとしても、うん、ガタつきってかなり抑えられてますね。これは非常に嬉しいポイントではないでしょうかね。そして同じくこのね前面のディスプレイ側ですね、こちらに関しても側面部分がこの筐体のディスプレイよりも高くなってるので、このねディスプレイ側から置いてもガタつきもないし、ディスプレイが直接ね机に触れるっていうこともないので、これもね傷とかね汚れとかそういったものを気になるよっていう方もね非常に嬉しいポイントではないかなと思います。で、こちらにですね側面部分のここにストラップホールの穴がついているので、まあ、あのネックストラップとかつけたい方はここ活用してみてはいかがでしょうか。で、この四隅、この四隅に少しね盛り上がりができてるんですね。 TPU の盛り上がりができていて、この可動値に対して非常に強い設計が取られています。この TPU がこう少し盛り上がっていることによって、落下した時のダメージ振動を和らげて、このね筐体 iPhone 本体に伝わるダメージっていうのを和らげてくれる、緩和してくれる効果があるんですね。これね実際僕がこう結構叩きつけても、あ、なんかこう衝撃吸収してるな、クッションになってるなっていう感覚がめちゃめちゃあるんですね。これはかなり心強いと思います。まあ、ガラスケースとかね TPU ケース、クリアケースとかって結構ね薄いものも特に多くて、衝撃に対してね弱いものって多いんですよね。まあ、そういったモデルがある中でも透明感のあるクリアケース、そんな中でも対衝撃性能を持ったクリアケースってあんまりないので、これはね心強いポイントではないでしょうか。そして使い勝手の部分なんですけれども、このね TPU が程よくねこうグリップ感があるんですね。で、握った時に握り心地がむちゃくちゃいいです。やっぱりこのね TPU の厚みの分だけ横幅はね多少出てしまうものの、こう手のひらに収まった時に程よい摩擦があって、こうしっかりホールド感があるんですね。片手でこう操作してても、もうポロッと落としちゃうことっていうのはないかなと思いますね。片やこのコントロールセンターとか通知ボタンね、こう下げる時ってあるじゃないですか、上に。この時ってこの手の中からちょっとずらしますよね。わかりますかね、こうちょっとずらして上に持ってくるじゃないですか。この時にこの力を抜くと、この TPU がスルッとねちょっと摩擦が軽減されて、スルッとね手の中でこうスライドしてくれるんですね。こうずれるっていう表現が合ってるかもしれないですね。さらにしかもこの背面がガラス、ツルッツルなガラスによって手のねこの中でこう滑ってくれるんですね。なのでこう上にね持ってきたい時、こうやって操作してて上にこう指を持ってきたい時に、手のひらをこうずらしてこう持ってくる時に程よく滑ってくれる、手の中で滑ってくれるっていうのがめちゃくちゃ使い心地がいいですね。ホールドしたい時にはこうしっかり握れる、でスライドさせたい時には手の中でうまいことこうずれてくれる、この辺がねとっても使いやすいと思います。あとはこのケースのねこのエッジ部分が少しねこうなんて言うんだろうな、こう隆起していることでこう引っかからないかなっていうこと心配な方もね多いかもしれませんけれども、確かにこの指のね突っかかりはあるんですけども、僕が使っていて使いにくいなってことは特段なかったですね。この下から上のねこうスワイプに関しても、うん、全然問題ないですね。うん、特にこんなにね隆起しているからこう指の引っかかりがストレスになっちゃうってこともないんじゃないでしょうか。うん、とてもいいんじゃないかなと思います。使いやすいクリアケースでした。で、ボタンの操作性なんですけれども、電源ボタンの方も分かります、この音しっかりねクリック感、指先に伝わるレスポンスもあって操作しやすいですね。で、この音量ボタンに関しても、
うん、なんとカチ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 ってね音がするぐらい跳ね返り、ボタンを押した時の跳ね返りも指先に伝わるのでとても使いやすいですね。まあ覆われているからといってボタンが押しにくくなるってこともほとんどないと思います。さらに背面側ね、マグセーフ系の充電器ですね、こういったものをつけて充電もしっかりされます。まあやっぱりね、iPhone 13ね、まあ12からも引き続きマグセーフのね充電器使うよって方も多いと思うんですけども、こういったねマグネットでくっつく系のアイテムっていうのもこの充電器だったら大丈夫ですね。まあ、ただ磁力っていうのはちょっとねやっぱり落ちちゃうので、まあ、裸で使っているよりもこれねその部分はちょっとずれやすいかなとは思います。だその点はね留意しておいた方がいいでしょう。はい、ということでゴリラガラスを採用した、クリアケースリンケセイヤーをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。このね透明感のあふれるこの外観、そしてね、保護力、さらに使い勝手、ともにトータルバランスが非常に高くシンクロした、まあ最強っていうね、ふさわしいようなクリアケースでしたね。このね、リンケースエアが気になった方は動画の概要欄に商品ページ入ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、この動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。